ではただいまこの模様はニコニコ生放送でも全世界に配信中です。フロンタの公式ツイッターでも現在スタッフとフロンタがつぶやいていますので、ぜひそちらもご覧ください。またオフィシャルウェブサイトの日記でも今日の様子はたっぷりと紹介します。ぜひご覧ください。はい、それでは皆様大変お待たせをいたしました。準備も整ったようですので第4部へ移ってまいります。第4部の初めは今シーズン川崎フロンターレが新たに迎えますフロンターレファミリーアートディレクターのご紹介でございます。フロンターレファミリーアートディレクターとは、今後フロンターレの商品化など制作物に関するデザインやアートディレクションを行い、ファミリー層に対しての普及認知に重点を置いたプロモーションへの協力を行っていただくというものでございます。そのフロンターレファミリーアートディレクターに一緒にオフロンターレイクフロに全面協力をいただき、 NHK E テレの見つけたのアートディレクターでもある大塚一夫さんに就任していただくことになりました。は大塚千代さんに会場にお越しいただいておりますので、ご登場いただきましょう。大塚さん、どうぞステージまでお越しいただきましょう。それでは改めまして大塚千代さんをご紹介します。大塚さんは NHK E テレ見つけたのアートディレクターを担当されているほか、横浜銀行の CM のアートディレクションや AT マイクラスのロゴデザインなども行っており、幼稚園内のファミリー層に絶大なる人気を誇るアートディレクターとして活動されています。そして2013年はフロンターレの全ホームゲームを観戦されたとか、なので僕ができるデザインとか、何か関われることを